ブルースルトラどうも、小三治です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は新キャラクターの可能性についての動画となります。では早速いきましょう。皆さんはヒロアカ展ご存知でしょうか？今年の4月の下旬から東京、7月から大阪で開催されるヒロアカ初の原画展。この公式が堀越先生の書き下ろしのイラストの一部を公開しています。今回一緒に見ていきたいのはこのイラストではなく、こちらのイラスト。ヒロアカファン皆が思った、こいつ誰？ヤバそうなやつがいます。当然ネット上でも議論されました。ヘドロヴィランだろ。いやそれは違う、色が違う。ヘドロ野郎の親戚のラスボス？それはつまんない。それはお前の感想だろ。こんなのヒロアカにいねえぞ。じゃあ誰なんだよ。そりゃシュマちゃんのオマージュだろ。シュマちゃんのオマージュだろ。皆さんはシュマゴラス、通称シュマちゃんというキャラクターをご存知でしょうか？マーベル作品に登場するラスボス級ヴィランとなります。このマーベル作品とはアベンジャーズシリーズでおなじみのアイアンマン、キャプテンアメリカ、スパイダーマン、さらに最近ジャンプラで連載がスタートしたデッドプールなど、様々なヒーローが同じ世界観を共有している作品であり、ヒロアカはこのマーベルとコラボしたこともあり、知らない方の方が珍しいかなと思います。そして問題のシュマゴラスはドクターストレンジに登場するヴィラン、異世界カオスディメンションの神とされ、実写にはまだ登場していないようです。さらにこのシュマちゃんはマイナーすぎて、マーベルの社員ですらその存在を忘れていたという伝説を残しているヴィラン。知る人ぞ知るヴィランがこのシュマゴラスとなります。当然アメコミの大ファンでいらっしゃる堀越先生はこのシュマちゃんを知る人ぞ知る一人であり、我々はこのヴィランを知ればヒロアカ展に襲来する謎の生物の正体を予想できるんじゃないかと言えるかもしれません。ちなみに僕が考えているのは、今年の映画のラスボスかガチのラスボス、オールフォーワンの手下、この3パターン。ぜひ皆さんも一緒に動画を見ながらコメント欄で予想してみてください。このシュマゴラスはマーベルが世界に誇るスーパーコミックドクターストレンジに登場するヴィラン。当時ドクターストレンジは1960年代から連載されておりましたが、人気も知名度もなかった、いわゆるマイナー作品だったと言われています。天才外科医として有名だった医師ストレンジが自動車事故で医者をできなくなったが、諦めきれないストレンジは放浪しチベットの山奥に暮らすエンシェントマンに出会った。魔法で腕を治してもらったストレンジは彼の元に弟子入りし、世界の平和のために戦うヒーローの道を歩む作品。ある時イニシエの予言書に記された伝説の邪神シュマゴラスの復活が迫っていることを知ったストレンジ師弟の前に、シュマゴラス配下の怪物が現れた。手下が言うには、シュマちゃんは人類が生まれる以前の地球の支配者、旧支配者のような存在だと言われた。そして異次元に封印されているシュマゴラスはエンシェントワンに宿り、現世に侵入。一方のストレンジは死のエンシェントワンの精神世界へとダイブし、彼の精神世界を脅かすシュマゴラスと対峙。しかしシュマちゃんが強すぎたので、ストレンジは師匠を殺害し、邪神のシュマゴラスの復活は免れた。師匠の魂から力を譲り受けたドクターストレンジがヒーローとして宇宙の平和のために立ち向かうきっかけとなった。その数話後に時間旅行の力を持つサイスネグにより過去の世界へ飛ばされてしまったストレンジ。飛ばされた過去は当時人類が生まれていない世界で、祖先の猿はシュマゴラスに捕食されていた。もともとこのシュマちゃんが異次元に封印されていたのはストレンジらが過去に飛び封印したからだったという話。その13年後も連載が続いているドクターストレンジは強敵と戦い、手持ちのマグや魔装をことごとく失い、その影響でシュマちゃんが復活。この時設定が追加され、シュマちゃんは数百の次元を支配する存在で、普通の人間が足を踏み入れると頭がおかしくなってしまう混沌の領域に住んでいるシュマちゃん。一方のストレンジは13年間も連載されていた影響でシュマちゃんと互角に戦えてしまった。混沌の領域内で全能の存在であるシュマゴラスはストレンジの攻撃を受けると、そのダメージが地球にも及ぶようにし、決断を迫られたストレンジはシュマちゃんの討伐を選択し、地球にも相応の被害が生まれてしまった。同時に第二のシュマちゃんの誕生を防ぐ使命感に襲われ、自害、師匠を殺し自分をも殺したヒーロー。しかし次回とりあえずドクターストレンジ復活。その後もいろいろな作品でシュマちゃんは封印されたり復活したり異次元に飛ばされたりを繰り返していました。その過程でシュマちゃんは宇宙の誕生と共に現れたこの世界を滑る邪神の人柱であることが判明。その邪神の中には指パッチンおじさん、サノスに似ているゴリラもおり、シュマちゃんはサノスと同格な存在とも言えます。最近シュマちゃんはドクターストレンジにおいてアベンジャーズとも戦うなど、知る人ぞ知るキャラクターがこのシュマゴラスとなります。ここまではシュマちゃんの経歴、堀越先生
先生が大きく影響を受けているであろうアメコミドクターストレンジから見たマーベル作品の世界観を見てきました。つまりこのシマちゃんは異次元の存在であり、圧倒的な強さを有する存在、ラスボスにふさわしいヴィランとなりますが、問題はヒロアカにシマちゃんをどのように落とし込めるのかというところ。先に述べた通り、僕が考えているのは映画のラスボスかガチのラスボス、オールフォーワンの手下の3パターンとなります。まずオールフォーワンの手下の可能性、唯一僕が根拠と言えそうな情報を共有できそうなのがこの可能性。それはナンバーゼロ、オールマイトライジングに起きる志村奈々とオールフォーワンの戦い。この時オールフォーワンはお肉モンスターの上に立っていました。このモンスターにシュマちゃんの目ん玉はありませんでしたが、全く関係ないと言い切れないところがかなり面白いかなと思います。また映画のラスボスというパターンは個人的に一番可能性がありそうかなと考えており、登場のさせやすさ、タイムリーさで言えば映画。とは言っても一番気になるのはヒロアカのラスボスの可能性。僕は僕のヒーローアカデミアの世界観が宇宙に及ぶ可能性は考えうると考えており、以前投稿したこちらの竹取物語の動画、中国KK市で生まれた発光する赤ちゃんから個性の仕組みを考えた動画でヒロアカに宇宙が絡んでくる可能性が見えました。今回このシマちゃんがヒロアカ店に襲来するというところを考えると、宇宙結構怪しいなと思ったのが僕の正直な感想でした。要は邪神シマちゃんが月にいるかもしれない、そういう妄想を抱かせてくれる堀越先生のイラスト、ヒロアカ店楽しみ。本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。戦争がバイバイ。